豆桜は、バラ科、桜属の植物。桜の野生種の一つ、富士山近辺やその山麓、箱根近辺等に自生しており、富士桜や箱根桜とも言う。豆の名が表すように、この種は、樹高が大きくならず、花も小さい。また、この種は、山梨県の県の花に指定されている。 花の時期は3月下旬から5月上旬で、花弁は5枚一重で、色は白から薄紅色。花は1トルから2トルと小ぶり。多種と違い花を下に向けて開かせる。樹木としては刺して大きくならず、大きいものでも1 0ル程度であり、樹高1ルほどでも花をつけるようになる。この特徴は栄養や気候から生育の難しく大きく成長できない。 赤鉱山帯でも子孫を残せるように変化したものだと考えられる。このため赤鉱山気候の場所でも育ち、一般的な桜より寒さに耐える。木の肌は薄い灰色。細い枝を長く伸ばす。葉は広い楕円型で葉の端のノコギリ状の部分は切り込みが深い。実は赤黒く熟する。大きく育たなくとも花を咲かせる特徴があるため、庭木や盆栽としても 非常に有用と言える。寒さに非常に強く、低、摂氏20度にも耐える。富士や箱根を中心に、本州の中部、中央地高帯近くに分布している。伊豆半島の温帯から高山帯まで様々なところに分布している。この地形に馴染むように自らを変化させていったと考えられている。豆桜に似ていたり、変種だとされる桜は、豆桜群に分類されている。 これらはさらに豆桜系と高根桜系に分かれている。大島桜との間に知られる、品種ミネコは、海外でもよく育てられる。野生種、編集園芸品種、編集、高根桜の野生種、編集、ハットポラード、RP、ローズ、L&MAX テント、N、プラニスインスイザ、ザイユーシエヌレッドリストオブセレットンドスピーシーズ2016。 et50475511a50475515https コロンスラッシュスラッシュ doi.org スラッシュ10.2305スラッシュ iucn.uk.2016-3.rls.t50475511a50475515 t e, n, t o w n l o a d,、e、d o, n More, t w, n, l, o, a, d, e, d o, n, に1オクトーバー2018モア t, アンド j, ホワイトカッセル s, スリーズオブブリテンアンドノーザンヨーロッパロンドンワイデンフェルドアンドニコルソン p, 535フチ桜に関するカテゴリー。ありがとうございます。